何人います？この曲知ってる方。あ、意外と少ないですね。かつてFM ラジオで軽音楽はあなたへっていう、そういう番組のテーマソングだったんですけどね。これ知ってる方は大体同世代。知ってる方は50、あ、すいません、それじゃね。あれですよね、これぐらいですよね。まあ、知ってる方は多分これぐらいの方かな。はい。名曲で、スタッフのね、リチャード・キーにピアノ、フューチャーしてる。井上敦雄です。素晴らしいと思います。で、今日はですね、懐かしのフュージョンサウンドということで、まあ、懐かしの GS サウンドに対抗してまして、懐かしのフュージョンサウンド、70年代、80年代ぐらいのフュージョンです。まあ、結構人気のあったね、多分テーマを聞いたら、あ、懐かしいという、そういった形のフュージョンを盛りだくさん、まあ、盛りだくさんですね、まあ、時間の制約なので、そういう曲にしました。次の曲も、
あ、懐かしいって思った人は同世代。横井さん、これちょっとボーカルローカットしないかな。ボワンボワンいっちゃう。あ、すいません、横井さん、ローカットできるかな。 1番だよね。いや、違う。ローカット難しいな。ボワンボワンってすごい声でしょ。あのね、ローはね、奥の方のね。だいぶ楽。いいですか。いっちゃいますか。白いやつ。はい。OK です。OK です。
いですね、ちょっと見てきた方。あ、同世代増えましたね。どんどん増えましたね。MC もなんかこれだな。いい感じになってきました。すげえ意識してないけど、MC。つまんないこと言ってんだ、俺なんかやっぱいいよな、みたいな。さあ、同世代シリーズ。休憩しましたね。実は私、ブルースが好きで、56歳黒人の音楽なんですけど、この店をこう立ち上げようとしたときに、ブルース食も一回考えたんですよね。ブルース一辺倒だと、お客さんが入らないじゃないかなってあると思っちゃって。ブルースって知ってる人何いますか？ブルースって何？アワイノリコ、アワイノリコも古いですよね。ブルースって何をパッとイメージするんだろうな。それよりなんかジャズの方が、あ、なんかかっこいいね。で、なんかこうブルースさんとジャズ一緒に看板がそうですけどね、ブルースさんとジャズって言ったんですけど、まあでもやっぱり、まあ、せっかくこういうバンド組んだのでブルース1曲ぐらい入れたいなと思って、今日この曲を選曲しました。ナイトライフという曲なんですかね。まあ、直訳したら夜の生活、ちょっとエッチな感じになるんですけど、まあ、夜遊びっていうような放題になってまして、まあ、夜の帳が降りる頃、俺はいつも街をふらついて、いつものバーに行くのと。で、そのバーに行って、そのマスターとね、まあ、いろんなお客さんと、昔破れた夢の話だとか、俺たちの将来の楽しいこととか、まあ、そんなことを語りながら過ごすんですけど、で、それが俺の人生だと。毎日行くのはあまり良くないけど、たまにはいいよね。まあ、皆さんの一つのナイトライフもね、一つのシーンとしてこのバーペンタが存在できればいいなという、そういった思いが入っている曲なんで、この曲は結構毎回多分これからも歌わせていただこうかなと思っている曲です。すごくゆったりしたテンポなんで、まあ、皆さんちょっと目をつぶりながらこうふわふわとした感じで夜遊び、今日はどこのバー行こうかな、あのひげ面のなんかゼレンスキーみたいな顔のやつに行こうですよ。昔は吉田幸太郎って言われたんですよ。吉田幸太郎みたいなのに、吉田幸太郎とゼレンスキーを足してみたらっていうのを、マスターの顔でたまに見に行ってやろうかという方がいらっしゃいましたらね、ぜひ夜遊びの一つのシーンとしてこのバーペンタをチョイスの一個として入れていただければ、このお店も5年目、6年目、7年目、8年目継続できるのではなかろうかというふうに思っている今日この頃です。じゃあちょっと一曲だけ歌わせていただきたいと思うんですが、今日ちょっとね滑舌が悪くてね、なんかね数日前から口内炎になってしまいまして、口内炎の場所がねベロの左のちょうどね歯の裏に当たる場所で痛いんです。これ言い訳に使えるなと思って、どうですこのとこお墨付きいただいたんですか。ちょっと口内炎があるので、ちょっと英語の滑舌がいまいちかもしれませんけど、それでも差し引いて聞いていただければいいかな。じゃあ、ナイトライフ。夜遊び。
さあ行きますよ。今日もね仕事、さっきまで仕事してて駆けつけてくれました。間に合うかどうかギリギリでね、ようやくオンサックス、オンサックス金子直樹。
ケ君のサックス。なかなかいないです。そしてこの実力。彼らのもともと、って今もビッグバンドで、ね、プロとして、プロ、まあ、セミプロとして、ね、もう仕事も忙しいし、もうビッグバンドの仕事も忙しいので、本当にこのペンターバンドにお付き合いいただきまして、ね、ありがとうございます。素晴らしいサックス。これからも素晴らしいサックス、どんどん行きますからね。もっと言って。褒めてるのか。褒めて伸ばすね。そうそう褒めて髪を伸ばすの嬉しくない。あ、愛でしょ。褒めると伸ばした。伸ばさないのがキャラバさんの個性だからね。はい。じゃあ、ついていきましょうね。ガッドギャング。ブルースのシャッフル。
変なバンドをアンクールを含めてあと2曲となりました。違いました、アンクールを含めてあと3曲です。ここもリガルなんでしょ。リハーサルではもちろん、すいません、正直だね。じゃあもう一回気を取り直して、アンクールを含めてあと3曲です。次はサックスの名作をサックスを封鎖した曲で、マイディアライフ、私の親愛なる人生、皆様方の今までの人生解雇しながら、ね、聞いていただければ心理ですスッと入ってくるんですね。これを知ってる方もまたどうするのかな。よく分かりました。ありがとうございます。
元気でありがとうございますね。あ、いよいよ、いよいよこの曲を含めて、アンコールを含めてもうダメですね、これね。アンコールを含めて残り2曲になりました。さあ、ちょっと最後盛り上がっていきたいですね。ちょっとまあ、この曲も、あ、この曲はね、多分全員知ってると思います。くどい、顔もくどいけど、ゼレンスキーですから、ゼレンスキーですね。もういつもあのゼレンスキーはこのですね、地下シェルターの妻が暮らしてますので、もしよかったら足を運んでください。はい。まあ、地下シェルター。ああ、やだ。ダメだ、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 ダメだね。はい、じゃあ、じゃあこれ、手拍子を皆さんにちょっとお願いしたいな。皆さんで。皆さんよ、はい。
怒るという。すみません、調整できないという。こういう曲やると疲れます。これはね、カロリー、カロリー消しますね。今日だけ200キロカロリーですね。エクササイズにはちょうどいい。冷やさもんでした。これ構成途中で間違えたら。おじいちゃんにそんな早いけど。前頭葉がだんだん萎縮してる方だったら、構成覚えるとね、結構大変で。これね、アンチョコ用意する。じゃあアンコールにお答えしまして、まあ、ペンタバンのテーマ曲って思うんじゃないですけど、小説です。
ありがとうございました。本当楽しかった。また次回 の音楽祭ボリューム2スリーという形でやると思うので、また、トリートリズムもう一回行きたいなという方は、また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。